どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は三国新戦の動画を作っていきたいんですけども、今見ていただいているのがですね、僕の2軍である桃園盾になっております。で、今回はですね、桃園盾の戦法がかなり溜まってきてますので、そちらを公開していきたいかなと思っております。そしたら早速始めていきましょう。そしたらまずは呂布三世との対決を見ていきたいと思うんですけども、相手の方非常に厳しい方ですよね。全員がランクアップ終わってる方ということになってます。で、呂布の一本槍の編成ということになってますので、こちら、桃園盾の騎兵陣がですね、この呂布にしっかり効いてですね、序盤のダメージっていうのをかなり抑えることができるんですけども、それにもかかわらず押し切られて負けてるということですね。2万1000削られて、こちら9000しか削れてないということになってます。ただ、兵士相性的にはですね、こちらの方が不利っていうのもありますし、あとですね、一応その関羽の戦法ですねっていうのがですね、こちら5ターンで終わってるんですけども、で、関羽は4ターンで死んでるんですけどね、雷鳴天下も異謀必至も発動してくれないというひどい結果に終わってしまってますので、ここら辺がもうちょっとですね、例えば異謀必至を呂布にかけることができたらみたいな感じでですね、そのダメージを抑えることができたらですね、もうちょっと競った戦いができたんじゃないかなと思いますね。運も悪かったという点はあるんですけども、その騎兵陣でこれだけ仕上がった呂布三世を抑えるのはなかなか厳しいという現実がですね、分かっていただけるんじゃないかと思います。で、こちらも同じく呂布三世でですね、呂布の一本槍バージョンということになってるんですけども、今回は干渉してますね。7000ぐらいしか削られてなくて、で、2万5000ぐらい削っての勝利ということになってます。でですね、先ほどの方との違いというのはやはりランクアップというところがありますね。呂布三世ってやっぱりその首相がメインアタッカーになってるパターンがあるので、本来なら騎兵陣のですね、得意とするところではあるんですよね。で、関羽に関してもですね、雷鳴天下や異謀必至をしっかりと発動できてるということでですね、勝つことができてるということになってます。これがおそらく本来の姿なんじゃないかなと思うんですけどね。小兵器を見かけると、まあ、攻めに転じてもいいんじゃないかと思うんですけども、関羽器とかが混じってると負けちゃうんでね、相手の見定めっていうのはしっかりしていきたいかなと思います。はい、呂布三世三つ目はですね、これ面白い編成ですよね。呂布集対角化という編成になってるんですけども、こちらもですね、一応呂布一本槍ということになってるので勝つことができてます。ただですね、かなり兵損は稼がれてるっていうところなんですよね。1万5000ぐらい削られてますので、まあ撤退を余儀なくされてるというところではあるんですけどね。こちらに関してもですね、カウの戦法がですね、割とちゃんと発動してくれたことによってですね、こういったことで、形で戦闘を優位に進めることができてるということですね。一応、呂布三世との対決の戦法っていうのはこの3つということになるわけなんですけども、まあ、あまり苦手とはしてないというところはありますよね。ただ、その、呂布と過去へみたいな感じでですね、2枚アタッカーがいるような編成の場合だと、割とガリッと削られたりっていうパターンはありますね。あと、太子時との2枚のアタッカーとかだと、拳法破砕なんかで、張飛とかのですね、パッシブ戦法とかがですね、うまく発動しないみたいなことになるとですね、割と負けちゃったりっていうところもありますので、やっぱりその一本槍の相手を狙って戦いたいかなというところですね。次は東郷大都督との対決ということになってるんですけども、引き分けということになってますね。こちら9000削られて、相手1万5000ぐらい削ってるっていうことなんで、まあ戦闘は優位に進められてるんですけども、ただ相手弓なんでね、で、こちらが盾ということなので、兵士相性的には有利ということになってるんですけども、こんな感じで勝ち切ることができてないということなんですね。ダメージもですね、遠飛方向で1万稼いだりだとか、あと、カウの固有戦法も発動したりっていうことでですね、悪くないんですけどね、やはりこちらの編成のですね、牢城自主ですね、その周囲が覚えてる感じになるんですけど、救援が8150もありますので、この戦法の回復力がかなり高いというのが見て取れますね。で、一応ですね、この大都督はですね、2枚アタッカーということになってますので、周囲を抑えてもリクソンがしっかりとダメージを稼いでくるっていうところがありますよね。本当にシーズン5から強い編成になったなっていう実感ですね。ただやはり副将最後はロシクでないとなかなか厳しいんじゃないかという印象ですね。はい、こちらはですね、もう一つの都督との対決ということになってるんですけど、こちらも引き分けてはいますけども、その、兵損的に言うとですね、かなり押されてるっていうところですね。1万6000ぐらい削られて、6000しか削れてないっていうことになりますからね。かなりきつい相手ですね。で、実際その、騎兵陣でですね、相手の火力を完封できないっていうのとですね、この桃園盾自体がですね、そこまで知力系のダメージに強くないっていう部分があるんですよね。
まあもちろんその漢字炎の中でですね、救援をしつつ戦うことはできるんですけども、3人とも極端に知力がですね高いわけではないということになってますしね、特に張飛なんかだとかなり知力が低いということになってますので、知力パーティーに対する苦手感が出てるんじゃないかなと思いますね。なんで兵種に問わずですね、先ほどその呂布三世とかだったら騎兵で兵種相性悪いんですけども、その割と優勢に戦闘は進めれるけども、こういった弓編成で兵種相性が良くてもですね、知力パーティーでしっかりと戦法発動されてしまうとですね、なかなか苦戦するというところがあると思います。ただまあ言うてね、このリクソンの固有戦法が5回も発動してるんでね、なかなかこんなことはないですから、基本的にはですね、まあイーブン以上では戦えるんじゃないかなとは個人的には思っております。はい、次は陸大帝との対戦ということになってるんですけど、こちらの編成もですね、テンプレ編成としてかなり強力ではあるかなと思うんですけども、また引き分けてますね。ここら辺はトエンタテという耐久型の編成の特徴が色濃く出てるんじゃないかと思うんですけども、何せ引き分けが多いという編成になってるわけなんですね。なんで優位に進めたとしてもですね、勝って帰ってこないと、で優位に進めてっても兵損が割とでかくなるみたいなですね、ちょっと燃費の悪さはあるんですけども、安定感はある編成なんじゃないかと思いますけどね。でですね、こちらが何本ぐらい削られてるのかな、7000ぐらい削られてるのかな、でこちらが1万8000ぐらい削ってるので、でまあ勝ちに等しい引き分けなんじゃないかと思います。でただやっぱりあのリクソンですね、リクソンが絡む編成ってなんか勝ちきれてない印象があるんですよね。はい、こちらの方の陸大帝との対決に関してはですね、兵損に関してもですね、ほとんど変わらないということになってますね。で引き分けということになってます。まあ、これは一人にですね、遠飛と方向でダメージを1も稼げてないというところですね。これはおそらく太子時の憲法破砕が嫌なタイミングで張飛に当たったんだと思うんですけどね。なんでこういったトエンタテみたいな、まあトエンタテに限らず耐久型の部隊ですねっていうのはですね、指揮戦法とかパッシブ戦法が多いですから、この、まあ、憲法破砕持ちの部隊に対しするとですね、なんか思わぬ戦果で返ってくることがあるということですね。まあ悪い意味でということになるんですけどね。まあただ分かりやすいですよね。キンパン軍を見かけたらもしかしたら憲法破砕ついてるかなっていう感じでですね、判断はできるんじゃないかと思います。はい、こちらに関しても引き分けということになってますね。本当に引き分けが多いですね。ただ3000も削られてなくて1万6000以上削ってるっていうことなので完勝かなと思います。まあ、この理由といたしましてはですね、先ほど言った憲法破砕が積まれてないだとか、あとリクソンの固有戦法が1回しか発動してないだとかっていうところでですね、割とこっちに上振れと言いますかね、いい条件が整ってということになってるのが理由だと思います。ただそれでも勝ちきれないということになってますので、でまあ陸大帝にぶつけるときは引き分けかもなというぐらいのつもりでですね、ぶつけるぐらいがいいかもしれませんね。次は割と話題になってる法政三聖人ですね、こちらとの対決ということになってるんですけど、ちょっと戦法はね一つしかないんですけども、一応引き分けということになってます。ただこちら1万9000ぐらい削られて、相手のことを2000も削れてないっていうことになってるので、めちゃくちゃ硬いですねこの編成はね。やはり法政の回復っていうのがですね、その三聖人を使うことによってですね、しっかり発動してるっていうのもありますし、混迷乱情なんかでですね、属性低下っていうのもあります。で投降兵もついてるということでですね、計略パーティーでないとなかなか削れないということになりますよね。強い編成なんじゃないかと思います。でこちらトエンタテはですね、一応計略ダメージを与えるような戦法は積んでないということになってますので、天敵に近いんじゃないかと思いますね。投降兵見かけると割と避けた方がいいのかもしれないなという結果に見えますね。で一応補足としてですね、なんかこう YouTube のコメントなんかにもですね、この法政三聖人ですねをどう倒したらいいのかわからんみたいなね、書き込みも見受けられましたので、ちょっと紹介しておきたいんですけど、義砲騎で戦った場合はですね、割と圧倒できますね。で4000ぐらいしか削られてなくて、相手のことは1万ぐらい削ってるっていうことになってるので、まあダブルスコア以上ということになってるんですけど、ただねそれでも引き分けなんですよね。勝ちきれてないっていうところがあるんですよ。まあそのテイクの固有戦法がね1回しか発動してないとかいうところはあるんですけども、でコンベランジョも6回ぐらい発動されてるんでね、まあこれだけちょっと戦法のこう上下があると厳しいところはあるかもしれないんですけども、それでもですね、まあ押し切れないということになってますので、やはり相当強い編成であることには変わりないかなと思いますね。僕この3人とも持ってるんで、まあできたら組んでみたい編成だなと思いました。はい、職槍はですね、一応その武将のバリエーションが豊かなので、
全部の戦法が同じ武将とはいかないんですけどね、見ていきたいかなと思ってます。で、超運カウ超飛ということでですね、一応五個層という、ね、絆効果が発動するようなテンプル編成相手ということになってるんですけど、引き分けてますね。ただこちらの方が兵力が少なかったので削ったのはこっちの方が多いということにはなってるんですけども、その兵種相性がイーブンで、でさらにですね、その相手が平人ダメージ系の部隊ということであってもですね、割とこんな感じでですね、勝ちきれなかったりガリッと削られたりっていうところですね。やはり、この5個層も強い相手になってるんじゃないかと思います。でこの編成はちょっと変わってますね。脅威、諸葛亮、あと勘銀兵の編成ということになってるんですけど、こちらは圧倒してますね。ほとんど削られてないですね。5000ぐらいしか削られてなくて、で、2万6000ぐらい削ってるということになってますね。で、この理由といたしましては、やはり諸葛亮の、アクティブ戦法っていうのがあまりこちらに対して痛くないっていうところがありますね。で、関羽がしっかりアクティブ戦法を発動できてるっていうことになってるので、新規妙さの旨味っていうのが一切出てないっていうところにあるんじゃないかと思います。でですね、こういったパーティーなんですけど、知力系のダメージっていうのもほとんどないですし、あと勘銀兵の意気昇天なんかもですね、こちらに対してはあまり効果を発揮してないっていうところになってますので、その戦法での相性っていうのがですね、あまり良くなかったのかなという気はしますね。なんでまあ編成自体はね、強そうなので、あの戦法内容なんかを組み替えるとちょっと苦戦したかもしれないですね。例えばまあ諸葛亮に火力が出るような戦法なんかを積んでいたりするとですね、もうちょっと削られていたのかもしれません。最後は結構今話題になってるんじゃないですかね、馬超、勘銀兵、張飛の編成ですね。まあ張飛のところ関羽とかでも代用可能かなと思うんですけども、こちらの編成はですね、正門古城による強行状態っていうのを付与しやすいということでですね、まあ強い編成と言われてるわけなんですけども、ただですね、やはりこの、桃園盾っていうのはですね、割と平人ダメージに強いっていうのもありますし、強行状態にされたとしてもですね、遠飛と方向とか絶地反撃みたいなですね、その火力のメインとなる戦法っていうのはしっかり発動しますので、割と抑えられないっていうことになるんですよね。なんであまり勘銀兵を苦にしない編成ということになってますので、こちらが1万ぐらい削られて、相手のこと2万8000ぐらい削ってるっていうことで圧勝ということになってます。この編成もかなり厄介なんですけどね、ちょっと僕の戦法じゃなくて申し訳ないんですけども、その桃園盾に覚えさせてる戦法は僕と全く一緒ということになってます。で、相手がですね、陸村帝フロシクで槍の編成ということになってるんですけど、この編成は強いですね。で、このリクソンとロシク、このペアがですね、かなり厄介かなと思います。で、一応リクソンの一本槍ということになってるんですけども、奇形陣でダメージを抑えることができずにですね、引き分けてはいるんですけども、その兵力はですね、1000ぐらいしか削れてなくて、で、2万4000、3000ぐらい削られてるっていうことになるのかな。強烈ですね。これはですね、一応リクソンの拳法破砕がうまく発動してですね、張飛の火力っていうのがですね、かなり抑えられちゃってるっていうのがでかいんじゃないかと思います。なんで割と5の弓って言ったらいいかな、5ですね、5がなんかあんまり得意じゃないような編成に感じられますけどね。こちらに関しても5との戦いということになってるんですけど、弓との戦いということでね、兵種相性もいいんですけども、引き分けと、で1万4000ぐらいがっつり削られちゃってるというところになってますね。まあ1万9000ぐらい削れてるので、兵損的にはですね、ちょっとこちらの方が優位かなと思うんですけども、それにしてもですね、なんか勝ちきれないなというところですね。で、やはりですね、こちら、張飛の火力っていうのが割と抑えられちゃってると。遠飛と方向で1800人しか削れてないんでね、これも拳法破砕の理由ということになってますね。拳法破砕マジで鬱陶しいなっていうところなんですけどね、これによって、その、豪との部隊との対決っていうのは割と安定しなくなってるんじゃないかと思います。次は艦隊艇とまた豪との対決ということになってるんですけど、こちらに関してもですね、2万ずつぐらい削り合ってるということでですね、割とイーブンな戦いになってますね。で、相手の方はですね、一応拳法破砕積んでないので、張飛の火力っていうのはしっかり出せてるんですけど、それでもですね、こんな感じで引き分けちゃうっていうことでかなり厄介ですね。まあこれはその殺傷魚部を連発されてたりだとか、あと亡霊式なんかで混乱させられてるっていうのもでかいと思いますし、
この左右階級がですね7回も発動してるということでですね、割と相手のアクティブ戦法がしっかり発動してるというのもですね大きいんじゃないかと思いますね。で、テーフの固有戦法で強行状態にさせられたりっていうのでですね、まあそのパッシブとか、指揮戦法に関しては抑えられないかもしれないんですけども、通常攻撃が打てなくなったりだとか、あとカウにかけられちゃうとですね割と働くなくなってしまうっていうデメリットもありますので、こんな感じで引き分けちゃってるのかなと思いますね。本当になんか金パン軍を見かけても行きたくないなという感じがします。で、もう一つのこちらの戦法に関しては圧勝できてるかなというところですね。こちらが5000ぐらいしか削られてなくて、で相手を2万6000ぐらい削ってるということでですね、完璧な勝利かなと思います。で、これに関してはですね、憲法破砕1回しか相手発動してないっていうところがありますよね。で、殺傷業務に関しては0回ということなんですけど、一応ですね、通常攻撃8回行ってるので相当下に触れたなっていう感じですよね。まあこんなことになると勝てんわなっていう感じはするんですけども、ここら辺がですね、その突撃戦法の怖さかなというところがありますね。で、関連に関しては通常攻撃4回ですか、4回で、満支援者0回、非実撃去2回ということでですね、これもまた微妙な結果にはなってるんですけど、ただこちらも関羽がですね、これ一応通常攻撃、あ、2回かなだったらしょうがないかな、戦法発動できてないっていうことにはなってるんですけどね。なので、まあ関完全に勝ってるっていうところではあると思います。なんでね、苦手なんですけども、なんか引き分けてるっていうところがあって、本当になんか微妙なラインが5の舞台っていうところにはなってるんですけど、その当園盾の使い方の難しさっていうのがですね出てるんじゃないかなと思いますね。弓なんでぶつけたいって思ってもなんかガリッと削られるパターンはある。で、騎兵にぶつけたいけども、その一本槍だったら、課金しっかりされてる方には抜かれることもあるし、で、抜かれなかったみたいなパターンは十分あるんですけども、ただ勧誘機なんかが混じってると一方的にやられたりっていうことでですね、割とですね、この当園盾評判もいいし硬いんですけども、その使い方に弱る時があるっていうのもですね間違いないんじゃないかと思います。はい、次は麒麟弓との対決ということになってるんですけど、これもまた引き分けてはおるんですけども、圧勝ということになってますね。麒麟弓は得意なんですよ。同じ弓でもですね、金帆軍とか、あと白馬騎銃に関してはですね、だいぶ削られるなっていうふうに思いながら出ていくことはあるんですけども、この無刀飛軍の麒麟弓に関してはですね、割とこういった戦法で返ってくることが多いですね。ほとんど削られることなく引き分けみたいなケースですね。まあ相手さんもですね、割とその連関係が2回しか発動しなかったりっていうところはあるんですけども、まあ割とこんなもんかなと思うんですよね、戦法発動ってね。で、こちら異防必死がだいぶ効いてるっていうので、ダメージが抑えられてるのかなということも思いますし、やはりその突撃戦法の憲法破砕とか殺傷業務みたいなですね、ちょっとややこしめの戦法ですね、ああいうのを麒麟弓が持ってるのは少ないというのがですね、でかいんじゃないかなと思います。はい、こちらに関しても似たような戦法になってますね。4000も削られてなくて、で、こちらは1万4000ぐらい削っての引き分けということになってますね。もう今までの戦法見ていただいたら分かる通り、マジで引き分けばっかりは引き分けばっかりなんですけども、もうその当園盾って言ったらですね、この、麒麟弓のメタになるっていうだけでもですね、存在価値はあるんじゃないかと思いますね。なんでこの当園盾が壊滅して戦場にいない時にこの無刀飛軍なんか見かけてみんなが動けないみたいな状況になってたら、うわー手助けしたいなってすごい思うんですけどねっていうぐらいですね、割と編成の重要度は高くなってるんじゃないかと思います。これなんかすごいですよね。こちら2000ちょいしか削られてなくて、相手のことを1万9000ぐらい削ってての引き分けということになってますからね。まあ相手の連関係が1回も発動しなかったみたいなところはあるんですけどね。ただその3ターンしか生き残ってないっていう部分もありますので、まあこれは運が良かっただけかもしれないんですけどね、こういう戦法にもなりうるということですね。で、一応唯一ちょっと苦戦したと言いますか、負けに等しい引き分けの戦法もあります。これはツイッターで上げさせていただいたんですけどね、1万5000ぐらい削られて、7000ぐらいしか削れずに引き分けということになってるんですけど、これね、配中、混迷乱情がね、8回も発動してるんですよ。なんで、全ターンで発動したっていうことになってるので、こんだけ連発されたら、まあ、さすがにちょっときついかなということでですね、こういった結果になってるということですね。なんで、もう 100% ではないんですよ。なんですけども、まあ、基本的には優位に進められるというのがですね、麒麟弓との対決ということになっております。
はい、次は核酸性との対決ということになってるんですけど、ケッチョンケッチョンにやられてますね。2万5000ぐらい削られて1万しか削れてないということになってます。でですね、今回ちょっと技法機との対決戦法っていうのはないので紹介できないんですけども、やはり対決すると同じような結果になります。ケチョンケチョンにやられますね。これはですね、僕が以前技法機の戦法公開をさせていただいた時にですね、説明させていただいたんですけど、割とその騎兵の知力系って言ったらいいんですかね、その技法機とか核酸性っていうのはその投影立てメタになってるっていうところがあるんですよね。なんでこういう結果になりますので、もう像とか見かけたらなるべく突っ込まないようにしていただけたらと思います。でもう一個の戦法、こちらに関してはですね、割とイーブンみたいな結果での引き分けということになってるんですけども、相手の戦法があまりにも発動してないっていうところがあるんですよね。破陣最近1回、バンプ不当1回、偽証疑心1回と、まあ、こんだけ発動せんかったら勝てんやろなっていうぐらい下に触れてますので、こういう結果になることもあるんですけども、これを目当てに戦うっていうのはですね、ちょっと間違ってるんじゃないかと思いますね。はい、いかがだったでしょうか。今回は投影盾の戦法をですね、いくつか紹介させていただいたんですけども、見ていただいて分かる通りですね、マジで勝たない舞台ですね。でマジで負けにくい舞台でもあると思います。見ていただいた中で負けてたのって核酸性に対してと、あと緑酸性かの、一本槍で課金からりされてる方、あとは陸村低不老宿の槍ですね。この、3回負けてるっていうことになってるんですけど、あとはもう引き分け以上ということになってますので、引き分け異常率っていうのはですね、かなり高い相手ということになってますね。なんで基本的な使い方といたしましては、もう麒麟弓対策ですね。その無頭飛軍見かけた時に出ていくように置いとくっていうのがですね、正しい使い方じゃないかなとは思いますけどね。でその引くに引けない時ってあると思うんですけども、その通常馬とかあと象なんかはもう避けるべきかなと思いますね。それ以外の相手の場合はですね、引き分けに持ち越せる可能性が高いということになってますので、例えばまあ占領中とかいうことだったらです、でどうしても抑えたいっていう場合はですね、引かずに相手が分からん状態でも待ってみるみたいなこともできるんじゃないかなと思います。その辺がですね、引き分けが多い耐久型の武将の舞台の強みかなと思いますので、そこら辺も考えながら運用していただけたらと思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。